今回は捕獲じゃねえ、駆除だ。絶対に勝つぜ。今回のバトルステージは餃子坂のたっちゃん西早稲田店です。審査員に桃太郎と北海道連を迎えてます。いや、不動産鑑定士がチャーハン鑑定すんな。つかどっちもチャーハン関係ないやんけ。優勝者には北海道連から物理のビットコインが贈呈されます。時価総額は740万らしいです。ピンとこねえ。初手は俺から。これでみんなを今日はこれを使っていくぜ。これはやっつけ。あ、マジで、うん、すげえ。これ燃えない？多分燃えないですよね。じゃあ行きます。着火。あ、ちょっと怖い。くっせ。しゃー。え、油はどれですか？油は？あれ？油がない。一回失礼します。油がサラダ油入れて、卵入れて、ご飯入れて、オッケーっす。知らんよ、一番最初に向かっちゃうよ俺。あっつ。音はなるべく立ててやりましょうね。これ燃える燃える燃える。で、卵に火が通ったらもうすぐにご飯。あ、これは熱くないよ。ですご飯は熱っ。最初潰しながら、やはり焦げた。これ潰しない。これでね、水分を飛ばせんの。ほらほらほら、濃くなってきたでしょ。で、なるべく鍋は大きく振りましょう。いい？聞こえてる？お前。いや、聞いてる。よし。で、すぐにこれね。これ何？これ醤油？よし。これカニカマ。え、やばいかも。これめっちゃうまいのできる絶対。できました。チャーハン AKA お母さんの用水。はい、ちょ待ち。正直驚いてる。カニカマで甘すぎるが、そこら辺の店で食うチャーハンよりずっとうまい。中華鍋の腕前といい、ただものじゃないな。もうすでに優勝候補かもしれないな。お名を返上します。ラーメン。すいません、ラード。どうかか。はい。はい。あ、わかりました。早速作ってくれ。はい、行け、エンド君。頼むぜ。火つけたらわかる？全然わかんないです。うひょー。はい。うひょー、爆発するぞ。やばい。縦にして。あ、で、こう。そう。で、でも緊張するよね。ここは粘土マンのダイニングキッチン。お、爆発するぞ、おい。怖い。あ、オッケー、オッケー。いける、粘土くん。緊張するでしょ。はい、いけよ、いけよ。難しくないよ、そんなの。頼むぜ。いけよ、粘土くん。俺、火星保育系だからさ、仕込んだ後、ああやってなるときあんだよな。あ、俺怒られるよ、最初に出上がるんですよ。頼むから。簡単的だから、違って言わないよ。周りがぶっ殺すわ。あ、出ないよ。あ、ライスが。何もかもが、ちょっと待ってる。ライス、手前、あの、あ、あ、すいません。粘土くんは、牛くん、どこからですか？どこだ、何かある。え、でも、そばになってんの。まだ銃使ってんだよな。隠し味、隠し味。隠し味か。隠し味。
忘れるな、自分忘れるな。やけど気をつけてな。忘れるな、地元思い出せよ、地元。地元思い出せ。振って振って、油。おい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 、離れてるよ、火から。おいおい、火から離れてるよ。全然ダメじゃないか。スカッキャー持ってやれよ、粘土。死ね。おお、すごいな。あ、焦げる前、焦げる前、そういうようなことしよっちゃう。バカ野郎、ここがグルメ界だったら死んでるぜ。トリコさん、靴トリコさん、靴俺なら抜いてみてくれ。作者怒られるよ。知らんよ。いや、もうその辺はもう割り切ってるからな。新しいの出た。なに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 それ、うんち。あ、でもすげえ。あ、ちょっと忘れない、出題会。あ、熱い熱い熱い。持ち手がそうだよな、おかしいと思ったよ俺も。すごいっすよ。あ、でもすげえ、ちゃんとコロコロしてる。うおお、すげえ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 。あ、ちぎっちゃう。火止めない、火止めない、腕で糸が。四川料理ガチ勢みたいな。横浜中華街だな、これ看板あるよな。あるよね、絶対。ちょっとこぼしてみます。おお、やるじゃねえか。これが俺のチャーハンだ。お待たせしました、宇宙一うまいチャーハンです。うん、うまい、素晴らしい、見事だ、自信を持っていいぞ。なぜ前回あんなゴミくずみたいなチャーハンを作れたのか甚だ疑問だ。同一人物とは思いたくない。俺の隠し味は味の素だ、悪魔崇拝者を舐めるなよ。もう一回いいですか、すみません。何が納得いかない。俺の隠し味は味の素だ、悪魔崇拝者を舐めるな。何やってんだよお前。いや普通にうるさいからしまってくれよそれ。これ邪魔したい時にこれ使うかなと思って。普通にうるせえよ。反省したチャーハンを見せるぜ。うわー、こっちは終わった人の名前もらおうかな。これはこれか、このあんみつが俺のチャンネル、俺のチャンネル、俺のチャンネル長野に、俺のチャンネル長野に。まったく言ってないから、食えてらんねえよこんな。いや、まだできてないよ。すごい豚の死骸入れて。いや、うまいんだけどな。レベル高いな、この今回が。トリコに気使われてる俺。同情されるの。全然上手だよ。全然。見て、悪魔崇拝者来た、味の素が全てを変えてくれる。ツイッター民かかってこい。それだけでいい。ごま油忘れない。ごま油、あ、でも危ないんじゃない。ごま油。トリコがごま油とか言わんときほしいですよ。もうちょい天然のもの使ってくれるよ。どこのやつだ。でもここ、おおすごい、うまいね。いいよいいよ、今日一綺麗や。こうしてコーティングして、すいませんこれで完成しました。これがムラムラチャーハンで。ヘイおまちんこ、これが子供向けネギなしチャーハンで。おせちんこみたいな。こんなまずいチャーハン食ったことない。味がしない、白米の方がマシだ。舐めてんのか、紙袋のクソガキが。それじゃ俺も本気を出すとするか。まずはこいつだ、ジュエルミート。うっひょー、サンサングラビーだぜ、メルクの星くず。次はこいつを使うけど、これを砕くのに使うのはもちろんグルメスパイザー。ポッポッポッシュ、ポッポッポッシュ、グルメスパイザー。
ポンポンポッシュポンポンポッシュグルメスパイ次はこいつだ。さあ次やってくれ。次いけるいけるよっ次テリーもっとずっと遠くに離れてろ。ここは危険だ。わかんないわかんないわかんない。え、あ、あ、あってるあっとるあっとる。ここ、ここ、ここ、ここそうここえ、中いや、今まだ出てないよ、ガス今、一回切ってあ、あ、両方出して一回両方出してねえねえねえ怖い怖いえ、どっから出るどっから出るわからんじゃん、それで、一回出してはいではいうわっあああわかったぜわかったぜ的なあれ何笑ってんだ店長これ大丈夫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 だしよっしゃやっていくぜうっしゃそれじゃあ早速まずはジュエルミートからだなリーガルマンモスの体の中にある希少な部位だぜいい匂いだうっしゃ誰もチャーハン作って思わない一人だけステーキ一人だけチャーハン作ってますよしここで一旦あいつはそのかうひゅー最高だあやばいやばい店長煙の量やばいね煙の量やばくないか一歩間違えばお前ら両腕なくなっちゃうぜチャーハンの家庭でこの映像出たり何ステーキよチャーハンの家庭でおかしいグルメからかな俺は美食屋トリコよしやかましいぞセイウチがスイーク療養の悪魔カウチやかましいぞ結構知ってる人にしかよし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 じゃあまず油を敷いていくぜうひょーこんなもんかな釘ライス釘ライス3連釘卵そんな頑張ってます6人中3人ポイントしなくてうひょーいいでしょいいでしょここで入れるぜ33グラミーだまあめんどくせえなシャケが、あ、シャケじゃねえか、サンサングラミーかサンサングラミーかサンサングラミー、サンサングラミーまあ、ネギも入れるって塩なんてたくさん入れた方がうめえに決まってんだろクルメスパイザーポンポンポッシュポンポンポッシュクルメスパイザーポンポンポッシュポンポンポッシュクルメスパイザーめっちゃポンポンポッシュポンポンポッシュポンポンポッシュポンポンポッはぁ、あ、完成だこれが俺のクッキーアルパカださあ食ってくれこいつが俺が作った、グルメ四天王の一人ここだここだまああのこれがな食べづらいと思うからあの俺がフォークシールドで具現化したフォーク持ってきたからこれ使って食べてくれ予備も一応ここに置いとくからなこれフォークシールドで具現化したフォークださあ食ってくれうめえぞうひょーステージフみたいなうひょーおい早くぶっ殺すぞ俺のチャンネル舐めてますね俺のチャンネル舐めてますね俺人のチャンネル舐めてますねって
この4人の中で一番まずい。だけどステーキと一緒に食ったらものすごくうまくて、もうこれペッパーランチじゃん。はっきり言ってチャーハンと判断できない。もう待てるよ、やらせだろ。クソやらせ。あ、言えないですか。うひょ。競技した結果やっと決まった。どれも味付けが個性的で大いに意見が割れた。個人の好みに左右されたからな。さて今回はランキング形式で発表する。先に真ん中の3位と2位を発表し1位を発表する。残った残飯が今回の敗北者だ。それでは隣のアホ面に発表してもらおう。シャフト？ありがとうな。さすがです。うちの会社はファミリーだ。ファミリー。できる。さっき。2位。おお。マジか。え？待って。まあでも嬉しいけど。マジか。マジか優勝。どっちか。え？え、でも。え？マジで。ネロ君が優勝じゃねえのか。え？え、これじゃ、え、マジリベンジマッチあれ？マジ。あ、そうだそうだそうだ。リベンジマッチ。そうだそうだ。どっちが成長したか。え、マジでやめてくれ。お前俺成長。リベンジマ。1位ちなみに、どうありくも押したの。あ、そう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 、確かに確かに美味しいって言ってた。あ、誰もいないですね。じゃあもうなるべくしてなんだ、ビリさん。え、俺は俺はどうだ。え、いないじゃん、ビリじゃないのじゃん。店長、店長。え、え、店長、店長、店長、今店長、僕の一番嬉しい顔しよう。店長の一票やばい。ちょっと待って。すいません、偽トリコというか終わった人のチャーハンってネルクの星屑というかポテチというかサンサングラミーというか鮭というか味がごちゃごちゃでクソまずかったと思うんですけど、なんで1票入れちゃったんですか。いや、むしろありかなと思って。よいしょよいしょ、店長の1票やばい。ちょっと待って、キャリーオンゼロよ。やろう。じゃあみんなで1位の粘土くんのチャーハンを食べたいと思います。よしよしよし。あーでも確かに前と全然違う。うまいうまい。うん、これあの P 入ってもいいから言うけど、はいはい、あの日高よりうまいぞ。そんなん言わんと言う。次はダンダスのチャーハンを食べたいと思います。いただきます。え、甘くないこれ。俺こっちの方が好きだな。マジで美味しいっすね。うん、美味しい。うるせえよお前。トリコだよ。お前1位だろ。出来持ってるな。じゃあ次は店長が1票だけ入れたチャーハン、トリコのいただきたいと思います。いただきます。あ、急に味が、うん、急に味が来た。いや、うまいけどな。いや、美味しいけど。いや、美味しいっしょ。鮭でしょ。うん、なんかね、鮭、うん、
ジュエルミートと食った肉うまそう、もう関係あらへんから肉うまそう、マジか。でもジュエルミート一緒に食ったらうめぇ。待って、俺もいい、俺もいい。めっちゃうまそう。それ言ったら多分粘土マンだと肉合わせたら一番うまい。やっと粘土マンあれやな、見た目に実力が追いついた。あ、追いついたやつ。うんまっ、うん、肉にも助けられてないそれ。これ1位じゃないですか。うまいな。うまいうまいうまい。ドリ君食べてみたいでしょ。あ、確かに。ゼロ票。そう、誰も票を入れなかった。しかも前回も出てんのに。大会の終わりにはなんか量少ないんでみんな食ってんすよね、一応。情けで食ってたんだよ。同情同情。え、だから捨てた、これ大丈夫。な、捨てた、まずすぎて。明らかにおかしいもんな。俺だけ量捨てた。何ですか、マジな。捨てないでくださいよ。誰も票を入れなかったドワイ君のチャーハン、いただきます。あー、あ、うん、味ちょっと薄いね。まずいな。普通に一票差のくせに味薄いから、なんかべちゃべちゃ感が際立つよ。まあ、確かに。入れたって調味料。醤油入れるの？ネギ、いや、ネギ、いや、醤油薄かったから。醤油薄かったっすよね。ちょっといろいろ。でも、高齢者に来ました、一生。デイサービスで持ってた店さんに、これ好きですよ。確かに、それ言っちゃったらもう。間違いないよ。俺のなんて2人ぐらい知ってる。心臓止まるぞ。もう一回審査員の高齢化を目指していきましょうね。そうだな、ね、いいね。おもんない味っす。おもんない味って、味でおもろい、おもんない味。審査員負けなくても決めなさいよ。何や、おもんない。これがおもんない料理なんだ。何や、おもんない。面白い、初めて見たけど。全然共感しようがない。一応俺のチャンネルやぞこれ。俺のファンが見てんのに。じゃあ、カスアベンジャーズ優勝は粘土くんでした。ありがとう。イエーイ。優勝商品があるので粘土くん受け取ってください。はい、やったー。イエーイ。どういうって何。嬉しいっすよ。ありがとうございます。やったー。イエーイ。商品のビットコインですが、北海ロレンが間違えて複数購入したため、全員に譲渡されます。さっきの粘土マンの笑顔返せよ。これで1000ミリタイヤ。声出せなくて。ちょっと待てと。せーの、ガロンゲーム。